どうもこちらめめです。今日もバーサスサタカメの解説をやっていこうと思います。では見ていきましょう。これ開幕 TSD かな。まずは開幕 TSD で、サタカメは先ほどの GTR ですね。ST 済みでどんどん火力作ってるのに対し、紫ハッカーで一回単発で整地して緑ハッカー。さあ緑ハッカーしてきて、できるだけ連携率増やして4連鎖。さあそれを見て、これ4連なら総裁外せるだろうと思ったが、無理はせずに、一回総裁当てて T スピンダブルを送る。からの STSD。で、赤ハッカーかな。受けて赤ハッカーでしょう。してくる。4連鎖っすね。さあ、これを受けてからテトリス。ダブル消し挟んで、ニトリ。ニトリも受けられると判断して受けてから T スピンダブル。さあ、どんどん火力を送り合ってますね。2ライン消し。T スピンダブル、テトリスと。どんどん火力を送ってるが、連結3連で総裁しに来る。完全総裁ですね。完全総裁は強い。一個でも振ると、やはり、両側の時間がなくなってしまいますからね。ぴったり総裁するっていうのは、そういう量計算能力は非常に重要になる。さあ、これをしっかり受けきれると判断して、積んで、どんどん火力を送っているが、どんどんテトリスと。て、刺さりそうではあるがどうだろう。さあ一応、茨打って3ライン来るけど、テトリスで返す。赤ゾロで単発ってどうだこれ。2個振るか。さあ、賭けはせずに、1回単発に削った。紫ハッカーの一応2連はあるけど、紫が来ずに、厳しい。これ刺さりましたね。紫で単発打つものの、自利品で1ラン強振って刺さる。まあ、これはちょっと松毛が噛み合ってなかったのもあったのと、こちらが普通にどんどん火力を送ってたので、が噛み合って刺さりましたね。さあ、再び開幕 TSD で、T スピンダブル。相手は青ハッカー。青ハッカーの4連鎖。4連持ってて、ここでハンバーグ済み。で、T スピンシングルから、テトリスで、DT 本の先読みですね、今の。置きミスではなくて、DT 本の先読みと。で、しっかり DT 本打って、これ、T スピントリプル打った後に、下穴が、また T スピンダブルになるので、強いですね。まあ、今の TD って言うんですけど、実質 TD アタックになっていたので、強いですね。さあ、3ダブ。これは受けてから、テトリス。T スピントリプルにした。TST 打って。さあ、縦さんがすごい多くて、受けが広いっすね。できるだけ時間待って、発火してくる。4連鎖。さあ、これは受けてから相手に送る。5連まで。で、1段強振る。2連で総裁した。そうだ、でもまだマージンは、入っていないと思うんで。まだ大丈夫ですね。マージンが来るとかなりやばいっすけど、まだそこまで時間は経っていないので。しかしこの3トリがでかい。3トリ。T スピンダブル打ったものの帰んなかったっすね。さあ地形きれいにして平らにして T スピンダブル。TSD テトリスを打って、形ですね。これ欄干で、欄干の先読み。今の L、置いたのは、欄干という技で、T スピンシングルからの T スピンダブルテトリスを狙ってる地形ですね。さあ、普通に火力送って刺さった。あ、これパフェ済みだったけど、パフェがなかったんで、中開けテトリスに移行しましたね。さあ、若干迷っているが、ダブルだが、T スピンダブル。青ハッカで結構ありそうだな、これ。7連鎖ぐらいありそうに見える、パッと見。7連鎖っすね。じゃない。5連鎖だった。受けてから T スピンダブル。これはおそらく相手の連鎖数しっかり見えていたんで、しっかり受けてから。さあ、青ハッカで、
ニトリ回削ってからテトリス、それに対して2ダブで返してくる、受けてテトリス、若干ちょっと地形が噛み合ってなさそうに見えるが、それをTスピンフィンでリカバリしましたね。しかし、Zミの回転ミスって、これ結構辛いぞ。Tスピントリプルで無理やり火力を送って、テトリスにして、なんとか地形をきれいにしてるけど、ちょっと間に合わなかったですね、今の。アイスピンからTスピンダブル打とうとしたけど、間に合わず。今のはちょっと間に合わないことを先読みして、テトリスにするべきでしたね。テトリスを打っていればまだ耐えれたので。ちょっと欲張ったのが範囲かな。さあ、開幕パフェ取って、これは積み込みですね。と思ったけど、一回削ってから T スピンダブルでした。さあ、赤ハッカで、3ダブの4連鎖で、3ダブ4連の5連。と受けてから相手に火力を送る。2連なんで、打って、T スピンシングル。ちょっと地形が悪いですね。若干地形が悪いが。テトリスではなくて、ダブル消しから削って T スピンダブルにしましたね。さあ、4ダムの5連鎖。これできるだけ、総裁に回ったが、ちょっと苦しいな。穴腹がだいぶ来ているので。これ T スピン先読みで。T スピンシングルで受けてからテトリス打とうとしてるが、ちょっと操作が怪しかった今。シングル、T スピンシングル。さあ、そろそろ決めにかからないとまずいぞ。4連鎖打たれる。T スピンダブル。Tスピンダブルから、まあ、地形はいいけど、そろそろ、決めにかからないと、マージンタイムが来ますね。相手5連鎖。受けてからテトリス。Tスピンダブル。Tスピンダブル。さあ、ニトリだったか、でかい。テトリスからTスピンダブル。さあ、マージン入ったっぽいか、そろそろ。おそらくもうマージン入ったような気がしますね。さあ3ダブ。じゃない、3ダブに4連だった。さあ厳しいかこれ。さあ追い打ちに来てますね。4ダブ。まだギリギリ耐えれるけど、だいぶ自力になってきた。Tスピンシングルから、掘りにかかろうとしているが、2ダブの追い打ちかな。が致命傷になって刺さる。やっぱり、この時の俺はまだそうっすね。打つタイミングとかが、見てると完璧じゃないっすね。アップデート内容、アップデートして初日の対戦ですから、これ。やっぱり攻撃を送るタイミングがまだ、だいぶ怪しいように見える。そこでだいぶ不利になってるような気がしますね。さあ、Zミのミスって、さあ、なんとか T スピンダブルでリカバリーしてから、ダブル消しで、T スピンダブルにした。T スピンシングルか、これ。いや、ダブルか。これはまあ、いいリカバリーですね。さあ、3ライン消しから、テトリス。これは総裁外したかったけど、ちょっと、外すタイミングが噛み合わずに、相手に火力を送れなかった。今の、痛いな。今の遅れるか遅れないからだいぶ変わってくるので。さあ受けてから単発。3連鎖。完全総裁。さあ2連鎖。これはどうだろう。Tスピンダブル。結構埋まってるように見えるんで、差し切れそうではあるが。単発で削って、これ社畜トレインですね。社畜トレインからの Tスピンダブルの先読み。今のはどうだったんだろう。相手の連鎖が繋がってなくて、
まあ、こっちがそのまま埋めた感じですかね。まあ、最後の社畜トレインっていう技なんですけど、あそこで、ああいう、なんつうんだ、テンプレか。テンプレを使わないと結構火力が遅れづらい地形だったんで、やっぱりテンプレを覚えることは重要ですね。しっかり T スピンダブルからの T スピンダブルで打って刺したんで、やっぱりテンプレを覚えることは非常に重要だと思います。じゃあまあこんな感じで今日もお疲れ様でした。よければチャンネル登録の方と、評価の方もぜひよろしくお願いします。では、ありがとうございました。